2月14日はバレンタインデーというわけで、今回はですね、GX マーカーをチョコレートで作ってみたいと思います。ポケモンカードゲームをやっているポケカ女子の皆さんもですね、ぜひ、男の子のね、プレイヤーにね、あげると喜ばれると思いますのでね、この動画を参考にして、GX マーカーをチョコで作ってみてください。ウェルカムトゥポケモンカー、ポケカは GX マーカーをカカオで作るのがブームだ。シリコンを通販で買うマーカーが一つ、これが俺の原型。コップにこれ置いてシリコン流せば肩できる、と余裕こいてたらマーカーに凹凸がまだだないし、これじゃ肩できないし、もはや自作するしかないよ。雨でごめん、俺の挽回に行こう。紙粘土は売り切れていました。使えないしょ、仕方ないので、子供よ油粘土使おう。強気だ、油粘土をトップへ。土台を作ってマーカーの枠を作り終えたら、 GX の部分をこねこね。これできたら粘土のとこ終わり、できなかったら妥協宣言。次はシリコンの番、油粘土はシリコンに耐えられるか、潰れなければ OK。 早いところ固まれ、次のネタを考えて待機しよう。触ってみるとまだブヨブヨ、翌日まで待ってみるも完全固まってるんだもん。やったー、液状のチョコ誰にあげようかな。